すっかりブログの文字の文字数が減ったゴスケアでございます。慣れてきちゃったね、こっちに。いいのか悪いのか。また昔からのね、読者さんの皆さんもおおむね好調、高評価ではございますので、こっち側でなんとなくシフトしておりますけど、まあなんか自分の中でもどうなんだろうって思うところもあったりもして、いまいち自信がないんですよ。まあまあいいって言っている方の方が多いのでね、このまま行こうかなとは思ってます。まあたまにはね、ちょっとがっつり文章も書いてもいいかなとは思ってますよ。はい。でね、今日はね、ちょっとお役立ち情報、ちょっと感動したんですよこれ。YouTube にね、コメントをいただいたんですけども、ちょちょコメントとかね、いただいてる、そそさん、ひらがなのそそそに漢字のそそさんなんだけど、どういうアクセントで読むのかなとか、ひらがなの3文字のそそそが名字で名前がそそなのかなとかいろいろ考えてるんですけど、はい。でね、それは、まあ、コメントを見てくれた方はもうご存知だと思うんですけど、今日はね、それでちょっとやってみようかなと思うんですね。これね、もうここの状態になってからずっと手つけられなかったやつ、キーホルダーね、この友禅の革小紋のやつですね、京友禅これので、キーホルダーをちょっと余った革があったんでね、もったいないんで、こんなんしてみました。で、ざっくりね、この粗めのやつで形を作って、角が潰れないようにね、軽い力でこういけるようになんていうのをやりましたよね。で、この粗いやつっていうのは割とこうふっと吹いたりとか、コンプレッサーでシューってやったりとかしてんで、やってるうちにボロボロ取れるんで、そんなに詰まらないんですよ。だからガリガリいけるんだけど、ガンガン使えるんだけど、この仕上げそばになってきたりとかね、一回磨いた後にとかはやっぱ細かいのを使いますよね、番手が。で、この細かい番手のやつっていうのは詰まるんですよ。目が詰まるの。だからすぐ使えなくなっちゃうっていうか、だからこう、なんていうのかな、ちょいちょい変えるわけですよ。まあ僕も変えてました。でね、こう、これはまだ磨く前ですよ。磨く前なんだけど、ちょっと細かいのでやってみてるんだけど、こうさ、特にこう、カチッと磨いて、この樹脂の分とか、硬いものを擦る分にはいいんだけど、あ、それでも詰まるよね。うん、それでも積もる。特にこの磨く前の皮なんかをこうやって擦ってると、めっちゃ目が詰まってくるんですよ、こうやって。あります？すげえ俺今もったいぶってなかなか出さないでいるんだけど。で、皆さんあれ知ってます？激落ちくんとか、お掃除なんかで使うメラミンスポンジっていうの、洗剤がなくてもこうバーッと磨くと汚れが落ちるやつあるじゃないですか、白いスポンジ。なんとね、あれで擦ると、ヤスリのこの目が詰まったやつよく取れるよ、なんてコメントいただいたんですね。教えていただいたんですよ、そそそさんに。いや、そそそって言いにくいよね、もともと滑舌が良くないからさ俺。ほら、必要以上に今擦ってんだけどね、もう引っかかり感がなくなってくるんですよ。こう食わない、滑っちゃうっていうか、目が詰まってくるんでね。せっかくなんでちょっとこの細かいのでやってみましょうか。いい感じになるまで、いい感じになってきてる。で、よいしょ、ここで激落ちくんにこの音が伝わるかな、これ。もうつるつるすべすべになってきちゃって、これね、研磨剤がなくなったわけじゃないですよ。研磨剤と研磨剤の間に皮が詰まってるんだけど、まだまだ使えると思うんですね。で、これです。いきますよ。どうすか、これ。感動しません？
復活。これ感動しちゃった。ありがとうソソソさん。言えねえ。ソソさん、ソソソさん、ソソソソソさん。ああ、ちょっとどうやったら僕のこの感謝の意が伝わるかちょっとよくわかんないですけど、感謝の舞でも踊ればいいんですけどね。何分こんなおっさんが踊ってんの見ても面白くないでしょうから。はい、そんな感じで感謝の意を唱えたところで、せっかくなんでこれね、要はこうがっつりこう肌を作っていくっていうよりは、この面を出しながらヤスリでねちょっと気をつけて磨いたので、結構まあ厚みもあるんだけどね、こう平らな面ができると思うんですよね。こうこれもね SLW さん、SLW さん、この角度だよねって、まあこれ作るときにすごく協力してくれたんですけど、ぴったりの幅ならいいんですよ。こうぴったりの幅なら、でも物のアイテムによってこの幅が可変するわけじゃない。あ、これね、黒く染色したやつに使ってたから今こう黒いゴミがついてる。こういうのはよいしょ。あー、ちょうどないじゃん。ちょっと待っておいて、新しいのを出しましょうね。よいしょ。わーい、みんな大好きキムワイプ。キムワイプの回しもんじゃございませんが、これ好きです。よいしょ。これでシンナーでもいいし、ハンドラップとかでもいいかな。まあシンナーでいいか、普通にね。ボンドを詰めるのにシンナーがあればそんなので。映ってるかなこれ。これ飛び散るでね、飛び散ったらこのシンナーが川につくとポツンとあれになるんで、ほら。そうそう、この間さ、ちょっと批判的なブログを書いたらさ、おめえは川で儲けんのか道具で儲けんのか、どっちか勝手にしろとか、あ、どっちかにしろとか、なんかそんなリプライをもらったんですよ。それが企業努力が足りんとか、まあまあ、そしたらその後にね、コメントでその方をバッサリ一刀両断してくれた方がいましてですね、私はとっても嬉しかったんですね。何もつけてないで絡み書きね、やっぱ細かいのでいくと絡み書きしただけでもこう面がつるんとなるよね。もうこれ触っていただきたい今で。こっちは粗い、ここまで細かくないやつでやったやつね。で、ちょっとした逃げ角が設定してあるので、この深さもあるんだけど、かっちり90度だとさ、この深くいってるとこっちの外側の角でここ傷つけちゃうじゃん。それならないような角度になってるんですよ。なのでここの中の角を利用して、ピャッとこの角を、こっちでもいいよね、角を攻めたい、面だけじゃなくて。これもね、このステンのビットだとトコノールがいいのかトコプロがいいのか、すっかりトコプロっていうのがこの
四天王の間に入ってきたよね。まだまだでも一般的に出回ってる量としたら常ノ浦が一番なんじゃねえかなと思うんだけど、まあ不乗り勢もいりゃ常フィニッシュ派もいるだろうし、水派もいるだろうしね、何が合うのかって全部試しきれてないんだけどね。よいしょ。こういう別に販売するものじゃないものはこう、よいしょ、いろいろできるよね。これメラミンスポンジやったらどうなる？まあいいや。よいしょ。水。これね、水いいような気がしてます。熱は上がるよね、滑らないし、あれの樹脂とかワックス入ってないから。お、グッと食う。おお、なるほどね、なるほどね。このタンニンが強く入っている皮だとグワッと色がつくよね、こうやって。あ、水いいんじゃないですか。で、ほらこの角あるでしょ、角色がついてないじゃない、要はここは当たってないわけですよ。ここのところにこの中の R をフィットさせてあげると、この白いところも色が入ると。もうちょいかな。そうなんですよ、そこら辺を狙った角度なんですよ。そう、 SLW さんね、その S さんの名字知ってるからいいんだけど、 LW さんはあれだよね、レザーワークさんだよね。水はいいかもね。うん、そうか、水か、水ね。いろいろあるけど水がいいって、水が相性がいいってことかね。うん、ふのりも良さそうだよ。ってことはまあ常ノ浦がダメかっていうとそんなことはねえとは思ってますけど、ずっとやってんじゃん、いろいろで、こうやってどうだったこうだったってこの感想をちゃんと表にさ、表を書いてこう欄を書いてさ、一個一個書いていかないと、そのたびそのたびにわけわかんなくなってくんだよね。いろんなやってんと、あれこれはどうだっけあだっけって、まあ、脳の処理能力はね劣ってるのかもしれないですけど、これは平溝ね、丸溝が合うのもあるよね、もちろん丸溝の方が合うアイテムもある、うん、ほら滑りがいいじゃないですか、ワックス成分とか樹脂分があるからさーっと滑るから温度がそこまで上がらないんだよね。だからこの色の差が、色の差わかるかな、ツヤはあるけど色はこっちの方が濃い。ふのり、ふのりさん、あった、これ実験って楽しいっしょ。ふのりはね、腐るものだからね、使う前に匂い嗅ぎますよね。あの防腐剤入れてますけどね。ない。どこ行った？どこ行った？あ、ここにあった。東大元暮らしです。
海苔って気温によって硬くなったり柔らかくなったり、冬の間同じ濃度でもね、硬かったのがこうドロッとしてたのが夏になってくるとサラサラになったりしますよね。今は5月、結構サラサラになってまいり、あ、今6月だ。6月になっちまったんですよ。よいしょ、もうじき私も一つ年を取ってしまいますよ。嫌ですね。お、食いつきはいい。食いつきはいいですよ。おお、なるほどなるほど。うん、ふのりとの相性はいいですよ。あの小刃を磨くのにあれを使われる方いるじゃないですか。ヘチマ、ヘチマもね、これふのりとかトコノールと相性いいんですよ。なんでしょうね、これね。水だとね、相性は良くないんでね。これでこう磨くんだけど。こんなにザラザラしてるからさ。なんか、ダメっぽいじゃん。でもね、悪くないんですよ、これも。でもやっぱり電動が楽だよね。やっぱりね。ふのり。こんな感じ。で、この状態で、見て、まあ、艶は出てるんですけど、ここに来たらこの細かい番手で、で台で台があって出っ張ってるとこだけがうまく削れるように、わかるかな、あの白いところと白くないところありますでしょ。この白いところは高かったわけですよ、削れたところなんで。この出っ張ってんとこだけを削りたいんで、こういう台にセットしたヤスリが有効なんじゃねえかなと。あ、どれがどれだか分かんなかったとしたら、あ、適当に置いちゃったから。まあ、いずれにせよね、最近思うのは、あのトコプロはさ、高塗力が高い気がするんだわ。だから一番上のトップコート的にトコプロは使っていいんじゃないかなと思います。なんか最近小刃に関する動画多いよね、俺。っていうかもう18分もやっちゃってんじゃん。これ皆さん飽きてないですか。あ、水いいね。水カチッと閉まってるし、今は主に角水を使ってましたけど、丸水も使いやすそうでしょ、ね、これはあの小刃の形は好みなんでね、うん、でトコプロさんこれだ。せっかくこう出っ張ったとこだけ削ったんで、平らな面、艶とは違う平らさ、平滑面ってのかな。艶とは別にこの平らさがこう、まあ丸でもいいんですよ、この面が出た状態ね。丸か平かっていうのはその形状なんだけど、ちょっと上品な感じがするよね。なんかただ単にキーホルダー作るだけの動画になってますけど、そう
感謝の動画です。あ、そうだ、これさっきは皮をやったよね。今度はこれ、あの小歯磨き剤だったりなんだったり。さあもう一回いきましょう。うう、見てこれってな感じで、そそそさんありがとう。じゃあね。